昭和天皇は9月6日の御前会議までは明らかに対米戦争に慎重な姿勢をとっていた。しかし近衛内閣の総辞職と東条内閣の成立を経て11月5日の御前会議では統帥部の開戦論に理解を示し戦争を容認するようになっていた。この2ヶ月間に天皇に戦争を決断させたものは何か。逆に天皇が戦争を躊躇していた理由はどこにあったのか。昭和天皇は戦争の勝算について非常に懐疑的であった。戦争に勝てるか否か、天皇は作戦を司る統帥部の幕僚長にこのようにたびたび質問した。万一日本が米国と衝突した場合、戦争に勝てるか。しかし一向に納得のいく回答が得られなかった。それでも軍令部総長長野修身大将はたびたび天皇に対して、日米の国交調整はもう不可能であります。油の貯蔵量は2年の有するのみ、むしろこの際打って出るほかないと存じますと強硬に早期開戦論を述べた。この早期開戦論は長野だけではなく当時の統帥部での支配的な考え方であった。その後天皇は木戸幸一内大臣に、長野の意見はあまりに単純なりと漏らしたという。早期開戦を主張する統帥部幕僚長にも勝利の確信がないようでは天皇が不安に駆られるのも当然であろう。9月5日、翌日に御前会議を控えて総理大臣近衛文麿は議案の帝国国策遂行要領を天皇に内包した。その内容は1ヶ月後の10月上旬に至っても日米交渉がまとまりそうになければその時点で対米戦争を決意し10月下旬には戦争に突入できるようにするというものであった。ここでも天皇は重ねて憂慮の念を表明した。なんだか戦争が主で外交が銃であるかのごとき感じを受ける。合わせて心配な点について明日の御前会議で質問したいと言い出したのだ。この絵は御前会議には文官も出席するので軍事的な問題では統帥部幕僚長も十分な答えができないでしょうから、今すぐに長野、杉山、両総長を呼んではいかがでしょうかと天皇に進言した。天皇は直ちに長野、杉山、両総長を呼ぶように命じ、そのただならぬ雰囲気に参謀本部も一時緊張した。ここでの天皇と長野総長の会話はこのようなものであった。絶対に勝てるか。必ず勝つとは申し上げかねます。しかし勝てる算のあることだけは申し上げられます。ああ、わかった。決して私どもは好んで戦争をする気はありません。平和的に力を尽くし、いよいよの時は戦争をやる考えであります。この一連の会話で昭和天皇は統帥部が早期開戦を唱えつつも戦争勝利のための確たる手立てを具体的に示さないことに疑念を抱いた。一方統帥部は次第にこの点を理解し天皇説得の重要性を認識した。そこで主戦論の中心である参謀本部作戦課は作戦面で対英米戦に勝算があることを示す御下門報道資料を天皇に上奏した。従来統帥部の見通しにおいて曖昧であったのは長期持久戦に移行した場合の勝算、この点である。この御下門報道資料ではその点が数字とともに明確に示されていた。要約すると、当初は物的に相当の困難を伴うがおのずと回復して、終局においては何ら不安なく戦争継続は可能であるというものであった。かくて単にやればできるの精神論だけではなく、具体的な数字を用いて結論を陸軍統帥部が出したことが重要なのである。長期持久戦可能との結論が出たことにより、統帥部は天皇を説得できる有力な根拠を得た。その後海軍の長老伏見宮博康元帥は長野と同様に天皇に即時開戦の要ありと進言した。この時天皇は必ずしも伏見宮の即時開戦論に同調しなかったが、それにしても今少し待ちたい。結局やらなければならぬことになるだろう。私もその覚悟はいたしていると答えた。さらに木戸内大臣には、
昨今の状況にては日米交渉の成立は薄くなると思う。戦線の少将を出す場合にはぜひ近衛時ども参加して自分の気持ちを取り入れてもらいたいと思う、と宣戦布告の少将の内容について相談した。この時、戦争という選択肢が天皇の中で次第に有力なものになってきたということがわかる。とは言っても、天皇の中で戦争を行う上で気がかりな点がまだ解決していなかった。それは戦争終結の構想である。この点を曖昧にしたままでは天皇も戦争に踏み切れなかった。天皇は戦争終結に至る戦争指導の基本を確立すべきと統帥部へ要求した。その後、大本営は石井・藤井規案の対米英蘭戦争終末促進に関する副案を国策として決定。その内容は、日独伊が総力を挙げてイギリスを屈服させ、合わせて日本がアメリカ艦隊主力を撃滅することによりアメリカの戦意を喪失させるというものであった。連合国側の弱点はイギリスにありという従来からの統帥部の基本認識が色濃く反映されている。しかし、日本がイギリス軍事戦略としてできることはシンガポール島の拠点占領、インド・ビルマの独立という間接的なものに限られ、直接イギリスを降伏に追い込む決め手はない。だが、天皇の安堵を得るために作成された副案では、イギリスを屈服させる決め手を日本が握っているという新戦略が挿入されていた。その戦略とは、日本が独ソ講和を斡旋するというものであった。独ソ戦が継続する限り、ドイツがイギリス上陸作戦に踏み切る可能性は低い。そこで日本が独ソ間の和平を実現し、ドイツの対ソ戦争の負担を軽減、その戦力をイギリスに集中させ、早期にイギリスを屈服させるというものであった。この見通しの適否はともかく、統帥部は副案において独ソ講和斡旋という新戦略を挿入することによって、天皇が指摘した戦争終結の場合の手段について一応の見通しを提示した。統帥部は天皇の意向も盛り込みながら天皇の説得に成功したのである。かくて12月1日御前会議において開戦が最終的に決定され、ここにいわゆる開戦の正談が下された。御前会議後、天皇は両総長に対して、このようになることはやむを得ぬことだ、どうか陸海軍はよく協調してやってくれ、と激励の言葉を与えた。臨時申し上げます。臨時ニュースを申し上げます。大本営陸海軍部、12月8日午前6時発表、帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋においてアメリカ・イギリス軍と戦闘状態に入れる。1941年12月8日日米戦争開戦の日、大元帥昭和天皇は大前自弱としていたという。